一番やばいのがやっぱり DX が目的になることだと思うんですよね。そうなんです。DX って手段なので手段ですよね。DX あるいはイノベーションを起こすんだって言っても広報論が。 現実問問題題ななないいいうののが今の問題なんじゃないかなと、うん、これから DX の時代になると今までの無概念でいうホワイトカラーというのはいらなくなって、はい、ある意味で全員がブルーワーカーになるまだこれからの20年はとおそらく過去30年より早い変わっていうそうすると次に求められるトップってやっぱりイノベーションできる人な、うんですけど全く務まらない。はい だからこそ、多分トランスフォーメーションという言葉になってしまうんだと思うんですよね。うんうん、単ななるチェンジではい テーマとしましては、まあ、イノベーションかける D. X. ということで、まあ、お二人も最近その話題非常に多いと思うんですけど。はい、そこで、このチャンスをつかむための、まあ、ポイントみたいなもの、お二人にちょっとどんどん伺っていきたいなというふうに思ってます。はい、まず、超ウルトラビッグチャンスとおっしゃる理由っていうのをまず最初に。伊山さんから伺ってもいいですか。<laughs> ビッグチャンスであり、最後のチャンスだと思っているんですけど、はいはい、まあ、これ、本当に高岡さんとか、佐々木に社員説法なんですけど。 あの僕がよく言ってるのは経営学的に学者の説明でいうと経路依存性っていうのがあるっていう話をしていてつまり会社とか組織っていうのはいろんなものがこう噛み合ってできてるわけですねそれなりに噛み合ってるからスムーズに回るとただ逆に言うと噛み合っちゃってるんでそのどっか1個だけを変えようとしても残り噛み合っちゃってるんで変わらないんですよね。 で僕は典型的になるのがダイバーシティ経営だっていう話をしていてコロナの前そうだったんですけどあれダイバーシティだけ進めようとしても進まなくて多様な人材を取りたかったら例えばそもそも診察一括採用終身雇用なんてありえないですしだって中途増やさないとしょうがないですから,それから評価制度も多様な人がいたらバラバラな評価があっていいはずだし多様な人がいたら高岡さんの会社でまさにそれをやられてましたけど働き方が自由である必要があって。 でそうすると働き方を自由にするには当然デジタルの力が必要なわけでだから実は全部変えないとしょうがないんですよね。うんうん、ところがあの高岡さんみたいに本当に全部を変えられるリーダーがある組織は本当に別で一般の日本の会社とか組織っていうのはどっかだけやろうとするんですよダイバーシティだけとか新規事業なんちゃらだけとか,か DX もそうすると危ないんですけど、うん、DX だけやると意味なくてやっぱり会社全体を変える必要があるわけですね。でただ 少なくとも僕は平成の30年間はなかなかそれが多くの企業でできなくてなので結局イノベーションも起きないし生産性も上がらなかったんだというまあこういうのを噛み合っちゃってるから変えられないというのを経路依存性っていうんですねただ、このコロナになって効果不効果なんですけど意外とこれ全部変えられる可能性が出てきていて例えば働き方改革なんて今我々も当然見直しているわけですし評価制度もこれだけリモートが定着したらもう時間ベースで。 ただ存在感だけでこう謎のオーラを放ってそこそこの給料をもらってたおじさんとかいらないのでだからあの某ね大手商社で Windows2000 っていうらしいんですけど。 あの窓際でだからそう,そういう言い方ですいそうそうらしいですけどウィンドウズ2000がようやくいなくなると良かったみたいなで当然でも成果出したかどうかになりますから、ね、リモートになったらなんで成果ベースの評価体系になりということはいわゆるメンバーシップ型雇用ももちろんメンバーシップ型雇用もいいところもあるんですけどやっぱりあなたの成果は何ですかっていうことをはっきりしなきゃいけないからあなたのジョブは何ですかってはっきりしないといけないとで。働き方改革もも当然進むんでそとどどんどん 進んででいいくととうここ、うん、今奇跡的にこの経路依存性から解放されるチャンスっていうのが出てきていて、うん、やっぱり会社全体変えないとしょうがないんですよね、うん、DX だけってなるのが一番やばくて、うん、でで逆にだから全部変えられる会社って前から変えてってまさにもう、ね、それ日本がそうだと思うんですけどあのそうすると変わもうほっといても変わっていくっていうことかなとでか今までそういう会社がなかなか変えられなかったんで今、全部変えられるチャンスですよっていう話をよくしてます。うん、はい とか,さんとかいか,がですか <laughs> いえもう全くおっしゃる通りで、まあ、ただ自分のキャリア特に、まあ、役員になってからの時代っていうのは、はい、本当に日本が人口がもう完全に減り出して、はい、で高齢化社会で,で、まあ、うちの場合は外に行けなかったんでまあ,あ<ー>外資なのであのボーラーは本当に超逆にドメスティックで日本市場の,その縮んでる中でその売り上げも利益も伸ばさなきゃいけないみたいな、まあ、そういった意味である意味すごく厳しい状況にあったんで。 だかからまあ変えざなそれをいろいろ考えていくとね実はなんかもう新興国なんかまだそこまで変えなくても経済って成長するけど、はい、一番先に縮小している先進国しかも移民受け出てない国っていうことになるとねもうなんか根本から変えなきゃいけないなっていうのが、うん、まあ20年以上前から、はい、やっぱりほぼほぼ気が付いてきててじゃあどうするんだっていう中で。 キットカットからこうビジネスのやり方マーケティングも含めてこう変え出してきたで、まあ、その成功の積み重ねの過程の中に、ねはい、商売ビジネスの中だけではなくて、うん、その経営全般というか、はい、やっぱりその間接部門も含めてこれは全部変えていかないと新しいやり方ってマーケティングだけではダメだなっていうところにたどり着いて、うん、まあそれからですね 広範囲に分かってて変えられてきたのは、まあ、だからそういうことを考えさせられた結果の中でね実はあの経営って実はもうマーケティングそのものなんじゃないかとかそれから顧客の問題解決なんじゃないかなっていうところにまあちょっとたどり着いた、まあ、そういうことがあったので,、えーそうですね、今からもう10年以上前から、まあ、ちょうどネスレジャパンの CEO に なる前ですね、うん、あのコンフェクショナリーっていう子会社のキットカットの社長のやってた時から、はい、ホワイトカラーが一余りだなとか、うん、それからやっぱりバブルはじけた時にできたあの派遣法は,い、はい、は僕はやっぱ悪法だと、うん、レイオフができないからゆえに <laughs> その企業の人件費を削減するのにそうです、ね、作った法律なんで,、うん、でこんなものを30年もそのまま続けていくのかとか。 まあそんなことをこう思う中で自然源で人を減らしたりそれからまあ特にホワイトカラーですねまあブルーカラーの方は確かに人不足っていうのはあると思ったんですけどこれだけ IT とかが進んできた中でホワイトカラーは間違いなく人余りだしそれからそのまあデジタルトランスフォーメーションという言葉がその頃からあったわけではないけれどもそれをやっぱり変えて効率よく仕事を 人を減らしてでもできるようにするには、うんうん、やっぱりデジタルとか IT それからえっと AI、まあ、そういったものをやっぱり使わないと解決できないっていう、うん、まあそういう結論に至ったのがすごく良かったとなるほどあの今回のこのイノベーション塾をね、まあ、始めた一つのきっかけにもなるんだけれどもうちの会社の社員ともずっとこれやってきたんですけど。はい その,、ね、あの問題を、ね、発見する能力がなかなか難しい、ね、でそ,のそこを磨かないと、うん、その今先生がおっしゃられたその一部じゃなくて、はい、全体を変えていくっていう方法論にちょっとたどり着かないんじゃないかなっていうのが僕の今までの経験でね、うん、あのそれこそ先生があのお書きになった両気機の経営の中での、はいはい、進化よりもやっぱり探索のところが、はいはい、僕はやっぱり まあ日本の長い歴史の中でダイバーシティがなかったっていうこともあると思うんですけどやっぱ一番弱い高岡さんスーパー探索人間ですからねでいや,いや,やい僕はまあたまたまあの <laughs> 最初からあのあのメッセージに入ってそれであのそのダイバーシティの中でね、うん、あの30歳で部長になったっていうのは結構大きくてその時から日本のことを知らないスイスの外国人と。 やりやってきたです。んまあ、そうですよね。三十からなかなかないですよね。ねないんですよ。で、これがね、僕としては本当にありがたかったんですけ、ね。なるほどね。その時にもうさんざん日本はなんでこんなことやってるとか、いろいろ質問されて、まあ、それに答える。 ことで、逆に考えさせられたんですよ。うん、で、その訓練がまあ今になって良かったんじゃないかな。なるほど。それしか思い当たるものがないんですよね。なるほどね。<ー>じゃあイノベーション塾ではそういう経験をさせたいっていう。あのビジネススクールでは、なんか得られないようなものをやっぱりやらないと意味がないんじゃないかなっていうふうに思ってたので、その探索の部分を、はい 能力をそこに絞ってどうやってトレーニングできるかっていうのを、うん、まあ今回の塾の方で面白いですね、えー、ネスレのあの社長になって10年間実は僕はアカデミーっていうのを作って僕の学校をやってたんです、はい、でそれも結局は社員にそのイノベーションを起こすために、まあ、自分がやってきた その僕はいつもあの新しい現実を見ろって言ってんですね。で新しい現実をまあ新しい現実って新しいって言ってるんですけど、実は10年15年のスパンで新しいっていう。うんうん、うん、例えば高,高齢者社会っていうのも多分新しい現実う、ねはい、もう長いですけどね。でもその長いその新しい現実を見てくるとね、僕らが若い頃にはなかった老老介護という言葉が生まれた。そうですね。 でこれが僕はその新しい現実が連れてくる新しい問題だと、うん、でこの問題を見つける能力考える能力っていうのが極めて、うん、まあイノベーションを起こすのには必要なので、まあ、それをずっとやってきたんです。なるほどでそれ,それをまあやってきて実際に成果はまあ,あったんですけど、うん、それをもっとあのたくさんの人に、うん、まあそれこそ 大きな会社で働いてる社員だけではなくて僕はむしろイノベーションを起こすのはこれからスタートアップだったりそれから中小企業だったりと思ってるのでそういう人も含めてですけどももうできるだけマンツーマン的にやって具体的にその人が持ってる仕事の環境の中での顧客の問題発見を手伝いながら実際にアイデアを作ってそれも検証して。 実際にビジネスできる手前のところまでなんとか持っていこう,いうようなものができたら、まあ、そういういもののはちょっっと今まででななかったのでなるほどで僕高岡さんと実は何年か前にあの一度コトラ教授と高岡さんとお話しさせていただくっていう贅沢な機会があって、はい、その時に僕ちょっと当時によくマーケティング分かってなかったんですすごい生意気にも「えー、マーケティングって何なんですか?」っていう興味の質問を <laughs> 今思うと本当殺されそうな質問なんですけどしたら2人とも二人も誠実な方なんで「何言ってんだ」と。 全てがマーケティングなんだと言われて、うん、なるほどと思ったんですよ、そりゃそうだよねとだって会社ってお客さんあってのものなんだから、うん、結局、全部お客さんの、ね、問題解決のためにあり、うん、問題発見のためにあるっていうだから高岡さんの場合多分それがずっと長い間ぶれられてないので、うん、だから、まあ、あ今日のテーマである DX ていうのも、うん、僕も一番やばいのが DX が目的になることだと思うんですよね。 だから特にお客さんの問題解決いや、うん、もしかしたら問題発見のための手段であってそれがそよねまああの常々あの、まあ、講演する時も申し上げてるんですけど、はい、イノベーションって僕はあの大いわゆる産業革命で人類が手にした、まあ、新しいエネルギーというかそういったものと密接につながってると思っててなるほど面白いですねや,、うん、やっぱり第一次産業革命が起こる前までっていろんな文明はありましたけど。はい そんなななに大きな進化ってて実はしてなくて、ね、まあまあ鉄器ができました <laughs> それぐらいの話でよね、はい、やっぱり蒸気っていうのを石炭を発見して蒸気っていうエネルギーを得てまああんまりたくさんは起こらなかったけれども、まあ、蒸気機関車が初めてできて、うん、で何といってもやっぱり第二次産業革命の電気と石油これができたことで、まあ、我々着てる服もそうですけど、うんうん、飛行機も飛んだしであの車も走ったし。うん まあもちろん家電製品は全てそうだしあるいは医薬品の開発だってそういうことを考えるとねそのおそらく電気と石油を手にしたことで近代国家が生まれるぐらい、うん、まあそういった意味では20世紀のイノベーションというのは本当にすごかったんだなというふうに思うわけですよで。ところが同じインパクトをもってやっぱりデジタルがやっぱり20世紀の終わりぐらいに出てきて。うん でこれで、まあ、今までその電気や石油では解決できなかった問題をことごとく解決してきたのがガーファだとか、うんはい、バットっという連中で,、はいはい、で今彼らが世界の時価総額の大半を握るように、はいはい、まなってしまって、まあ、それだからこそ,、ね、そ DX っていう前にその今まで20世紀では解決できなかった、うん、あるいは顧客が諦めているような問題をどうやってデジタルで、うん あるいは AI で解決するんだっていうふうにあくまでも手段として捉えないと、うん、僕は非常に見誤ってしまうんじゃないかなっていうでも高岡さんに言われたよ例えばねあのいろいろ YouTube とかにショートムービー出されるとかあれも本当に本当に手段ですよね。そうううなんでうなんです、まあ、伝統さんにお金払うよりこっっちの方がいいいだろうってコミュニケーションも、まあ、テレビの広告が力がなくなるっていうことは僕は20年前にもう分かっていたというか、うんまあ、当時はみんなからいろいろ言われたんですけど。<laughs> あの実際そうなってしまってでやっぱり広告というよりもやっぱり利害関係のない人のことが言っている言葉っていうのが一番なるほど、ね、やっぱり説得力あそれがあってできたのがやっぱりキットカットの受験キャンペーンああそうなんですかだからどちらかというと広告宣伝で認知をさせる時代から、うん、21世紀はおそらく口コミはいはい。 でまあ、当時はブログしかなかったんですけど、うん、これがこうソーシャルメディアになってまさしくそう,そういうふうに今なりつつあるとだから今僕がクライアントにしている例えばサイバーエージェントさんとかあるいはセプティーニさんにしても、はい、そのネットの広告会社でさえもそのネットの今までの広告をやっていればただ売り上げが上がる時代ではこれからはもうないんじゃないかなっていう。 まあそういうことも含めて今議論してるんですけど新しいって言われてきた IT の企業とかネット関係の企業ももう20年30年たってくるとそこでまたモデルも変えなければいけないしやはり新しい現実の中で顧客の問題も変わってくる僕は実は顧客の問題が変化するっていうことが今みんなが言ってる変化のことだと思うで、ね、あ面白いですね。ねなるほど だからその一口で変化、変化、変化に対応しなければいけないと言っているんですけどこの変化って何ですかって言った時に僕はやっぱ新しい現実観という新しい問題だと、うん、でここを捉えないと、まあ、あの正直申し上げていろんな社長があの新しく新任の社長になられて、はい、もう必ず言われることは時代の変化に適応しなければ生き残れない,はい、はい、という、ねはいはい、ダーウィンの進化論をおっしゃるけれども。うん 果たしてどれだけの人がこの変化という意味を分かってておっしゃってるんだろうかっていうねまあそういうところも含めてその本質的なことをやっぱりずっと突き詰めていかないと、まあ、なかなかね DX あるいはイノベーションを起こすんだって言ってもその方法論が現実問題ないっていうのが今の問題なんじゃないかな、うん、で、僕はあの、まあ、あの決してアカデミックな人間じゃなくて大した勉強もしてないんだけれども。 その実業家の立場からそれをあの理論に仕立て上げたくて、うん、でまあネスレジャパンの間はやってきたんですけど、まあ、そういった意味であの新しい現実から問題を発見するっていうその頭文字を取って NR ニューリアリティ、うん、それからプロブレム、うん、そこからソリューションを作るっていう n r p s 法っていうのを自分なりに作ってそれをこの今回のイノベーション塾の方でまあこれ 説明してあなんか皆さん腑に落ちるっていうふうには言っていただけるんだけど、うん、実際に運用してやってくると本当に難しいんですよ、うん、もう当たり前のようにあのみんなが諦めてるっていうような問題を発見するっていうのは実は相当な訓練がやっぱりあの僕いつも本当に高岡さんと会いするために本当にこの話はいつも興味があってその高岡さんは見つけられるわけじゃないですか一般人は僕も含めて見つけられないと。いい でその差ってやっぱりその30代の時にネスレードでそういう経験をされたら、ね、もうそ,そ,そこなんですかねやっぱり日本の中では、まあ、男女よくダイバーシティとすぐに先にジェンダーバランスの話がくるんですはい、はい、僕ことイノベーションに関するダイバーシティは男女の比率は日本では関係ないと思うんでうん、うん、っていうのはそれほどまでに男女がそんなに違った考えとか、うん、違った質問をお互いにするわけではなの簡単な話でいうとどうして日本は年に1回しか。 あの新卒取らないんですかとか、うんうん、でなんで年功序列のままなんですかとかあ,あるいは終身雇用なんですかとかそういったなぜっていう当たり前のことに対するなぜっていうことに対してなんかあの質問をする人がいないのでうん誰も考える癖がついてない。いいやすすごい大事ですよねこれね入、はい、山先生もご経験あ,ある、ね、アメリカに行くとさ やっぱりいろんな移民が集まってくるとななななんんでででっっててりますすよよねなんでってなるわけこれはね僕イノベーションでは決定的に大きな差があって、はいでね、で一方でねまあアメリカはかるんだけど中国は人はどうして僕はイノベーションが強いのかなと思ってて、うん、彼らも割と単一、まあ、実際には50種類以上の民族の集まりではあるけれどもね、はいまあ、日本人と似たところはあるので。 ところがね、やっぱり考えてみたら一億人以上の家業がいて、まあバットの創業者も含めて、まあそう世界中いますからね。みんな教育は外国で受けてて、そうですね。まあ日本人とは全く違ったダイバーシティを受けて会社を起こしている、ね。バイドゥのロビンロビンディーは僕がいたニューヨーク州立大のバッファロークの出身です。<あ>はい、そうなんですね。はい、まあその辺がね、やはりアメリカ、日本、あの中国のそのイノベーションに対する強さなんじゃないかなと。あのブもよく言う言葉で常識。 っていう言葉がやっぱり一番やばい言葉だっていう話をしてて、常識は幻想ですっていうあの実は経営学でも制度理論っていう理論がありまして、でそれは何かというと常識の理論なんですね。簡単に言うと人間というのはどうしても常識にとらわれがちになると、ですごく直感的に説明すると、あの脳みそのキャパってやっぱり限界がありますんで、ですからこれおかしくないこれおかしくないっていちいち考えていると。 他に脳みそを使えないんでそう, <laughs> そうすると「もう常識じゃん」って言ってあ<ー>脳をああるるる程度使わない方がが意味資源配分でできるんですよね,あねで、まあ、直感的な説明なんですけど例えばあの息子を今度娘とお条件にするときに「お洋服何しましょうと?<ー>」とよく分かんないけど<ー>なんたらもうとりあえずなんか黒が常識らしいよみたいな<あー> <laughs>、ね、<laughs> とりあえず黒着とこうぜみたいなっ、ね、でなるんで,で特に日本だとやっぱり同質な性の人間が多いと、ね、やっぱり常識多いんですよね。 ここででの常常識識って外に行くと非常識なんで非常識なただそれをずっと常識の中にいると疑わないんですよね。<ー>なんで日本ってやっぱり恐ろしいぐらいなぜこうするんだみたいな,そうなまさにその新卒月あの活4月入社がそうだと思うんですけど。 理由ないんですよ。誰も答えられない。誰も答えられない。もう常識ですからって言って。でも常識って何って言われるとっていう。僕はその常識疑う力ってものすごい重要だと思ってまして、高岡さんとかまあ天気でも堀江さんとか、堀江もとかも常識疑いまくった結果家を持ってないじゃないですか。そうなの。でもあれでもやっぱすごいと思うんですよ。ホテル暮らしでもね。はい。だから可能な限りほぼ周りの我々の常識って幻想なんで、やっぱりまずそれを疑う力ということですよね。そうなんですよ。 僕なんかもあの会社ネスレのサラリーマン生活を終えて60で独立するまあ実はその前から会社も作ってたんですけど、はい、4年ぐらい前かなでももう社員誰も取らないでおこうと思ったお<ー>要するにあの頃ねギグワーカーっていうことはなかったんだけど<あ>知らなかったんだけど俺一人でいいよなと、うん、でも秘書は欲しい東京と関西で運転手も,もういちいちね一人で動き回るのにあれだから運転手は欲しい。 であと契約書を作るプロと経理やってくれるもう大嫌いなんで、はいうん、<laughs> その人だけいればで結局四人なんですよ、うん、なるほどでこれだから僕の部下みたいな人はほとんどいないうん、うん、でそれで会社実は作ったんですけど<ー>それで全然足りるんですよね <laughs> <laughs> めっちゃ面白いですね <laughs> はい、はい、でまあそそんなふうにやってきたらギグワーカーみたいな言葉が出てきて、うん、でも考えてみたら ホワイトカラーのギグワーカーってこれから出てくってもおかしくないんじゃないかと。そうですよね。いや、はい、おっしゃる通りだと思います。だたそういういった意味では例えば中小企業でそんなに人数が多くないのに一人の人事部長なんて持ってる必要あるのかなと。うんうんうん。一人の大企業で経験積んだ人事の人がギグワーカーになって三社四社のえ人事部長を務めます。 やっぱりそれが一番最初に起きつつあるのがデジタル周りだって僕理解しまして、デジタルやっぱり優秀な人。本当に優秀な人って限られてるんで、今僕の前で、このちょっとあの早稲田会議でちょっとお話ししましたけど。あの僕今コープ札幌の理事やってるんですよ。でコープ札幌って大見さんってやっぱ大したもんで。え、あのね、よくご存知らしいですね。あの。あの業界で、あの I. T. 関係ではもうず抜けてます。やっぱそうですよね。あの実は僕理事になってから。あの大見さんと理事会月一で札幌に行くんですけど、ある日やっぱすごくて、帰りの。 新千歳まで毎月送ってもらうんですよ<ー>大見さんの車でで横助手席座ってそこでたわいもない話をされるんですね。やっぱそれが大見さんにとってのインプットでアウトプットに多分なってるっぽくてでよくそこで高岡さんの話題が出ますそうなんですか失礼しました来てもらったんだこの前とか言っていやあのほぼほぼ北海道へ行って現役の時から、はい 近江さんとはやっぱいましたねねそうですよコップ札幌さんは実はあんまり東京知られていいないんですけど DX めちゃめちゃ進めてて、はい、で今最大の革新の一人が、えっと、長谷川秀樹っていう前のメルカリの CIO あいつをぶっこ抜いてでただ彼は、えっと、実は業務委託契約なんですよあそうです業務委託契約 CIO っていう彼はもう一個吉野家さんやってて<う>月の半分は吉野家で月の半分札幌来て。なるほど で夏の間ハーレーレ乗り回して北海道なんでなの、ね、で,で,で実はデジタル系の人材ってもう少しずつ高度な人たちはそうなっていってて、はいまあ、でこれから田岡さんおっしゃるとりもっとその専門能力みたいなところだとそうですよホワイトクラーになりますよね全部ね。はい、だからあの実は僕のパートナーもホームのホームと経理の専門なんですけど、はい、元ネスでいた僕よりも8歳ぐらい上の大先輩なんですけど、はい、彼は自分の会社を作ってそのホームと えー、経理関係の仕事をしていくつかクライアントを持ちながら、僕のもやってもらってるなるほど。経理がやってくれるわけですよ。まさしくそういう感じですよね。だから経費契約みたいな感じですよね。だからそんなふうに行くと、これから本当に会社の組織も例えば営業だってもう本当に優秀な営業マンがを揃えると、全国に配置しないでもああで、ね、少なくとも商談はできる時代になるんじゃな,じゃないかとか。か、はいはい で僕はこういうこともイノベーションに入ってくると思うんですよ。今までそれを問題と誰も思ってないわけですよ。うんうん、だからあのそれが実はデジタルトランスフォーメーションじゃないですか。はい、全国に支店支社作ってそこに人を貼り付けてそれで営業していた時代からもう数人が非常に重要な顧客は全部商談一人二人三人でやっちゃいますと。あの高岡さんこの前そのそれこそ早稲田会議の別所で。 これから DX の時代になると、はい、ある今までの概念でホワイトカラーというのはいらなくなって、はい、ある意味で全員がブルーワーカーになるという話をて会場が結構、みんな凍りついてたんですけど <laughs> 僕だけわかるよとか僕と川辺さんだけそうですよみた <laughs> でもそ,うそういうことでですよねでもそうなってもおかしくないっていうね、まあ、何年先の話かもわからないんですけれども。も でもあの効率っていうものを次めていくと本当にそうなるしでも逆に言うとね、うん、国としてはそのブルーカラーはブルーカラーになって絶対必要なので、うん、そのブルーカラーがもっと食えるような仕組みとか、ねはい、制度でこれは学校教育も僕は入ってくると思うんですけど、はい、変えていかないとあの国家の存亡が僕は危ういぐらいに危惧している。逆ににににあれれでですよね,にすよねそのまささ僕も本当に田岡さんに賛成でこれからブルーーカラー まあホワイトカラーとかそもそもブルーカラーって区切り自体がよく分からないんですけど、うん、例えば先に高専出身の子が AI の技術をつけることで、はい、実はこれから結構いいんじゃないかとか、ねうん、結構逆転というか、うん、いろんな可能性ああありりりままますすすよね僕はもうネスレの時から結構高専は積極的にもう取ってましたねあ,あるいは専門学校も含めてですねだからその,あの採用自体も,ももっと多様化しなければいけないだろうし。うん あるいはもうデジタルの時代になったらリクルート関係のいろんな会社もあるので言いにくいですけどもう企業が直でつながってもいいのかもしれないとかまあそうですよねはい、はい、まあそれぐらい変わっていくんじゃないかなと僕は思うんですよね。ニニュューーースススビッスのュースクール見て 高岡イノベーション道場を開始することになりましたこのイノベーション道場非常に実践的な DX とイノベーションにフォーカスをした本当の意味でのイノベーションの起こし方のノウハウそしてその能力を磨くための道場にしたいというふうに考えていますいわゆるレクチャーというものに時間を費やさず え受教生の皆さんと、えー、私との対話を通じてそして皆さんの、えー、非常に多大なるホームワークを通じて、えー、顧客の諦めているような問題の発見能力を磨いていただこうとそしてそれを現実のアイデアに育てていく実践道場ですどうか狂ってご参加くださいよろしくお願いします